明日から変わろう、明後日から変わろうっていう人って大体変わんないんだよね。どうも、愛知です。7月になりました。7月8月非常に受験生にとって大事な時期になりますので、まあ、トーク動画をねいろいろ上げていこうと思うんですが、今回は目標は低く設定しよう。で、これ目標っていうのは勉強目標です。一日これだけ勉強しようっていう勉強の量の目標ね。だったりとか、まあ、テスト2週間、まあ2週間後に何かあるとして、それまでにこれだけ勉強しようみたいな、その量に関する目標は低く設定しろっていう話をしていきます。主なターゲットとしては、今まであんまり勉強頑張ってこなかったなっていう自覚がある人、もしくはある程度やってきたんだけど、いや、そんなに頑張れてないんだよねっていう、自分が今勉強頑張ってることに対して自信が持てない人、そのあたり聞いてほしい。逆にかなり頑張ってきてるよ、今いい感じですごく頑張れてるっていう方は特に気にしなくても大丈夫です。例えば今日一日これだけ勉強しようって決めるとします。じゃあ50にしましょう。50っていう量を勉強しようと決めて、で実際に50勉強したとします。つまり結果的には50って量をやったのね。で次の人は100って量をやろうって決めました。でも結果的に半分の50やったとします。これは最初の人も次の人も結果的には50っていう同じ量を勉強してるんですけど、成績が伸びるのは前者です。なぜかっていうと、目標を達成しているので自分の中で決めた量をきっちりやるって非常に自信になります。たとえ少ない量で設定したとしても、自分で決めたことをちゃんとやるっていうことを毎日繰り返すっていうのは必ず積み重ねて自信になる。逆に多く設定してしまってその半分しかできなかった、決めたこともできなかったじゃんっていうのが裏付けでついてしまうと自信がなくなっちゃうんですよね。受験勉強っていうのはマラソンです。短距離走ではないです。自信がない自分にどうせゴールできないんじゃないかな、どうせ受からないんじゃないかなっていう自信がない状態で勉強するのは非常に効率が悪くなる。だから今7月のこの頭でこの話をしたのは、今テストが終わった方も多くなります。勉強から離れる方も出てくるかもしれない。でも今離れちゃダメだよ。夏休みにきっちりやるためにも、夏休み前からそれを準備運動だと思って自分で決めたことを必ず今日はやる。そしてそれを繰り返していく。どんなに少なかろうと関係ないの。自分で決めたことが大事。他人からそれだけしかやってないの言われても関係ない。自分で決めたことをきっちりやるっていうのが大事だから、まず7月の頭からそれをやっていこうっていう気持ちで、ぜひ勉強に取り組んでもらえたらと思います。